皆さんどうもピーマンです。今回俺と巨人の143日物語実況151回目になりますぞい。今回の動画から日本シリーズ日ハム戦が始まります。負けられない戦いが今まさにそうここにあっちゃったんです。なくてもよかったんですけどね、あるんですよ。ふぅ、締めくくりとなります。俺と巨人の143日物語、これが最後の戦いになりますから、当然のごとく日本一と輝いて笑顔で終えたいと思います。お願いいたします。必ず勝つ、レッツゴー。ノリに乗ってますからね。 CS ファイナルでは一度も負けることなく広島を4立てしてですね、あっさりと決めちゃいました。広島カップファンには申し訳ないが、これとこれが巨人と広島の実力の差と言っておきましょう。差ね、差じゃないからね、差だからね、決して噛んだわけじゃない、差なんですよ。そうなんですよ。オッケー、じゃあ1戦目、やっていきましょう。1戦目のプレイ方法は監督プレイで1試合丸々プレイしていきたいと思いますのでね。まずこの1戦目を落とすと厳しくなってくる。必ず勝つ。今日の先発菅野、嘘だろ嘘だろ。いやいや、ダメだ。無理。無理。無理。この菅野では確実無理。絶対に無理だ。お、マイコラスでいこうか。よしよし。今日の先発はマイコラスに決めた。これで OK なんです。調子が悪すぎる。こんな日に限って調子悪い。日ハムだからかな。もしかしたら日ハムだから菅野的に調子悪いのかもしれない。あ、まず1戦目 DH での戦いになるのか。OKOK、そういうことだね。DH ありなんだ。そうかそうか。ならそれなりのオーダーを組んでいかないとね。ガッツもいるしね。北の侍。今は東京の侍になってます。読売の侍ですよ。まず DH は阿部だね。阿部を4番。ただ阿部4番打たない。多分大谷で来ると思うんだよね。1戦目。絶対大谷。多分というか絶対大谷なんだ。だから対右に強いオーダーを組んでいかないとね。まずはセンター亀井。ほんで、レフトに立岡で OK かな。ほんで、2番に誰置く ?2番誰行こうかな ?2番に、俺ちょっと超攻撃的オーダーで行こうかなと今日は思ってるんだけどね。亀井2番に行こう。ほんで、オードル3番。で、4番に阿部。阿部、でも阿部は、いや、阿部やめた方がいいな。阿部は4番ダメだな。で、ファーストにガッツだ。で、ガッツ4番で OK だ。対右に強いしね。侍が打つでしょ、大谷を。で、5番に、坂本。6番に、6番に阿部。で、7番にセカンド、片岡。で、8番、ライトに、橋本なんて全然打たないでしょ。かといって他いないしなぁ。うわぁ、どうしよう。もう橋本でいいか。ほんで、キャッチャーに小林。よし。このベストオーダーで戦っていきましょう。負けられない戦いです。日本シリーズがついに開幕。巨人と日ハムが対決するのです。第1戦目のマウンダーマイコラスです。いけるでしょう。あー、大谷だね。やっぱマイコラス VS 大谷。おー、ガッツ燃えてるね。侍がこの燃え、試合前に燃えるんじゃダメなんですけどね。試合中に燃えてほしいんですけどね。まあ、でもガッツの場合は試合前から燃えている。後ろボーボーだったね。火燃えまくりでしたよ。ガッツが今日大谷を打ってくれることを信じましょう。正直こういう舞台での大谷ってさ、弱いからね。クライマックスシリーズでもよく打たれてるので、大谷がしっかりしていれば今季もしかしたら日ハムがね、日本一になってたっていうこともあるでしょう。ただ日本史こういう舞台で大谷というのは本当期待できない生き物なので、十分可能性はあるよ。行きましょう。日本シリーズです。ふぅ、負けられません。怖いね。1戦目落とさないようにテイク。しゃ、1番立岡。まずはコンパクト性を求めようかな。塁に出ることだ。まず初球、いいコース投げてくるね。2球目ボール、フォーク。球稼ぐのもまたリードオフマンの仕事だからね。どうだ。3球で追い込まれた。あー、当てて流してアウトかい。簡単に抑えられたね。2番、亀井。亀井はどうしようかな。いやー、ちょっと今日は超攻撃的に行きたいから、ま、チーム最多本塁打の亀井ですからね、長打狙いというバッティングもありかもしれない。フォーク系に強いからね、亀井は。大谷の武器は一つフォークがありますから、それを狙っていくのもありかもしれない。あっさり三振、早すぎる。なんじゃこいつ、なんじゃこいつ、クソほどつまらんな。さて、コンパクト。オードルにコンパクト性を求める。オードルなら打ってくれるんじゃない、大谷を。そんな気がするよ。
インコース決めました。球を稼いでいけよ。9球9球だよ。インコース見送ります。150球これなんだよね。これでもうカウントが簡単に追い込まれて、最後フォークがストレートで三振だろ。なし、おお、ナイスピッチャー返し、イエス。早くもヒット1本目出たよ。オードルいいね。そしてここで侍、求めるのは長打でしょう。大谷から打て侍、頼む。ガッツ今日絶好調。北の侍が今ここに復活ですよ。イエス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 、えっ、オーマイガーオーマイガー、レッツゴー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 、ナイス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 、77ナイス、ヤバすぎる。オーマイガーオーマイガーオーマイガー、これが侍です。大谷なんてどんなもんじゃ、弱すぎる、雑魚すぎて雑魚すぎる、これが侍です。で、俺はもうここが勝負だ、使います。短期決戦なんでね、1点早く取った方が勝ちでしょう。坂本頼む、俺はもう使う、こういうの早く使っていくから、頼む坂本、わかるよな、大体わかるよな。ここで打てよ。初球打っていった、いや、ええー、初球取れた、どうだ、イエス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 、ナイス1点、レッツゴー。まさかの展開、いいとこ打ったからのファインプレーからの送球ミス、ありがとうありがとう。そんな野球をしてるチームは弱い、先に打っていく、弱すぎる。最高すぎるね、やばいよこれ。おお、あーダメか、センターフライ。しかしまず1点入れれました。大谷、悔やむならオードルに打たれ、ガッツに打たれたお前を悔やみなさい。本来ならあれ抜けてる打球だからね。エラーエラーは確かにひどい、送球エラーはひどいけど、取ったあの子を褒めてあげないと。サード誰かわかんないけどね。よっしゃ、大谷から早くも1点ですわ。いやいやいや、いきなり流れがこっちに来てるね。こんなことなかなかないよ。みんなこっちがエラーするのはよくある話だけどね、あんなエラーが起きることっていうのは本当なかなかない。マイコラス頼むぞ、もう1点取ったんだ、勝ちに行こうよ。イエスナイス、これがマイコラスですよ、これがマイ。いやもう1回からはもう勝負、グイグイ勝負いきますからね。あの1回から逃げるやつ俺大嫌いだから、フォアボール与えるやつはもう本当にいらないから捨ててしまおうですよ。そのゴミ箱にぽいですよ、出てけこの野郎ですよ。金は払わんから出てけって、金も払わんし出てけっていうね、頼むよ。レッツゴー、素晴らしい、これがフォーク、帰れ。次は全く打ててない、本当にプロ野球選手か、疑問に思うよ。あんな無様な三振なかなかないと思うけどね。さてまたここで一人警戒すべきバッター、陽太郎ですね、恐ろしいバッターである。塁に出れば盗塁もあるしね。よし、まあ右にも左にも長打、うーん、嘘だろ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 、取れない、マジか。ここでヒットを許す、全く同じパターンだね。2アウトからのヒットからの中田翔、いや全然問題ないけどね、全然中田翔なんて簡単ですよ。プレミア12では打ってたけど、シーズン中ではそんなに打ってない。シーズン30本塁打を達成したが OPS は8割台だぜ、怖さはないと言っておこう。はい、三振、ゲームオーバー。これだよこれ、無様に三振、帰れ。大谷を援護することはお前たちではできへんよ。大谷君は巨人に来るべきだと思うな。そうだ、間違いない。そしてここで片岡、どれでいこうかな。直球狙いのバッティング、やっぱ直球で押してくる選手なんでね、それを狙っていこう。変化球はミスだ、無視、どっちか絞っていかないとね。絞った結果あっさり凡退するんですけどね、その絞った球を打ってね、コンパクト性を求めようかな、足元。まあでもここはちょっと下位打線は球数稼いでほしいね。大谷から1点入ったけどなかなか難しいからな、もっと球数を稼ぐ意識を持ってほしい。そうそう、カットカットカット、橋本はカット、とにかくカットして、よしいいぞ、ボール5球目、よしいいね、ナイス、橋本いいじゃない、これが橋本だよ。打てなくてもこういうとこはできるからな、本当に打たないんだけどね。これで打ってくれたらもう本当褒めるとこしかないんだけど、もう打たないからね。変化球狙い、小林は多分ストレート狙っても打てないでしょ、だから変化球狙いに行こうよ、絶対に打てない、ストレートは無視。ストライクを取りました。ここは150キロを超えてきます。よしいいね、球数30球到達、いいぞ、3ボール、そして3ボール、ちょっと合わないようです。まだ変化球狙いでいこう、ストレートは無視だ、どうせ打ってもしょうもない打球になるだけだ。いや無視しろって言ったよな、もういいんだよ、それならミノさんでいいんだよ、無視して下手すればボールっていう手もあるんだから、可能性もあるんだから、どうせ打てねえんだから。
じゃあ行こう、レアード。大丈夫、レアードこういうところでホームラン打たないもんね。打たないよね。勝負していこう。2回からも逃げないよ。まず打者1巡目で俺は逃げはしないからね、マイコラス。セリーグの最多勝が逃げるわけないだろう。考えろ。はい、三振、グッバイ。クソみたいな三振ね。よし、いいぞ。いや、このままもうグイグイ行こうよ。変なボールはいらないね。変なボールって一体何のことかは分からないんだけど、まあ、いらない、そういうのは。グイグイストライクで行こう。あっという間に2ストライクです。インコースボール。最後落としていいんじゃない？あー、ここでどうぞ坂本取れない。ショートの頭、またもヒット。次はワンアウトからだな。勝負をしていけ。はい。アウトコース、ストレートが決まっています。取れてきたぞ。変化球投げちまった。これは成功だな。ランナー二塁の得点圏、いや勝負していこう、大丈夫大丈夫、慌てることはない。よし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 、大丈夫大丈夫。坂本くん嘘でしょ、坂本くん嘘でしょ、坂本くんいつも取ってくれるじゃん。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ、このピンチどうしろっていうね。おい嘘だろ、全身守備だな。勝負していけ、まだ勝負していけ。はい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 、終わり。はいはいはい、終わり。はい、もう同点。はぁ、マイコラス予定懸命、本当に。おいゴラ、ふざけんじゃねえぞ。おい、試合ぶち壊しじゃねえか。早くも1点取ったの。その1点守り抜けば勝負勝負勝利だったのによ。ふざけてるね、実に。ふざ、不愉快だよ、不愉快な領域に達してるよ。勝負をしていってください、お願いします。フォアボールはいらんのんじゃボケ。少し考えろ。このカウントでフォアボールっておかしいだろ。わざと負けてんのか。そう思えてきたね。関わってんじゃないの？そういう変な疑惑に。関わってないよね。はい、痛烈な打球は、さあ。アウチ。アウチ、アウチ。いや、そんな原監督もめっちゃテッカテカになるよ、顔も。あっさり逆転だもん。この回何してんのお前。おい、ゴミコラスよ。ゴミコラスさん。マイコラスじゃないよ。もう別人だよ。ゴミコラスさんだよ。日本在住のゴミコラスさん。何してんのさっきからよ。何打たれまくってんの。やっぱいらねえな。やっぱ使えねえな。ダメだな、こういう短期決戦。使えねえな。抑えた試しがねえもん。はい、怪我した。はい、怪我した。はい、怪我した。上にヒット打たれた。はい、何これ。怪我した上に。うん、どうすんのゴミコラスさん。うん、いて当たり前でしょ。なんでここでいけねえって判断になるんだよ。おかしいだろ。何をしてるのほんと、さっきから。抑えてくれよ。はぁ、アウト。ようやく。しかし、この回3得点。いや、お前がそれをするなよ。何を悔しがってんだ。お前がグラブパンするな。それを球場に来てる巨人ファンがすることだろう。なんでお前がするんだよ。もうほんと最悪だね。ナイスナイスナイス、立岡。よしよしよし、ナイス立岡、素晴らしい。まずは先頭バッター出塁からの次亀井。とにかくもう1点取っていくことだな。直球狙いでいくか。盗塁は無理だろう。いけるか。おお、ライトオーバー、ライトオーバーじゃないのか。ライトフライも。盗塁いってみようか。盗塁いってみよう。どうだどうだどうだ。セーフ、イエス、ナイスナイス。そしてコンパクト、オードルにコンパクトを求める。頼むよオードル、お前は救世主だ。助っ人外国人で信用できるのはお前だけ。ほい来た、ほらね、もうこれだよ。オードルの大好きなとこ、こういうとこで打ってくれる。もうマイコラスなんてほんと当てにならないからな。そして侍行きましょう。侍求めるのは長打だけ。長打を求めた結果、それでシングル出るならなおよし。ただシングル狙いのシングルはいらない。侍に、うわー、犠牲フライには十分な距離だろう。音だ。おお、意外にも伸びたな。よし、まず1点。これで、ね、2点目。よしよしよし、ナイス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 、いいぞいいぞいいぞ。マイコラスが不甲斐ないせいでこうなってしまったけどね。こうなってしまったが、いいぞ、今日はいいぞ。直球狙いだな。直球狙い、坂本頼むよ。あー、ここでは追いつけず。3対2、まあ2点目が入ったので OK としましょうよ。
頼むよ、もうマイコラスこれ以上打たれないで、本当情けないぞ、お前。期待した俺がバカだったよ、本当に。抑えてくれよ、なんでフォークを投げねえんだよ。あらら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 、ヒヤッとさせないで。冬なんです、寒いんです、暖房つけとるんです、冷や要素はいらないんです。勝負していこう、全部勝負していけ、逃げる、逃げなくていい。ファウルになります。ちょっと俺は残念だけどね、本当に抑えてほしかったよ。痛烈な打球、坂本も取れない。坂本が取れないのならもうそれはしゃあないだろ。打たれるお前が一番悪いわ。絶不調の西川になぜ打たれたのか俺にはわからないけどね。はい、ゲッツは無理だな、足の速い選手が。ツーアウトだね。で次のバッターは田中、田中にも打たれたんだよね。下位打線にまんまとやられたんだよね。盗塁はしゃあない、しゃあないしゃあない、抑えていけばいい、ここで抑えろ。ツーアウトだ。やはり総力というのは大きな戦力ですね。そうですね。いや、勝負していけっつってんの、なんでボール3球続けるんだよ。勝負をしていってください。三振、これだよ。結局これを最初からしとけば抑えれるのに、なぜそれをしようとしないのか俺には理解できないね。抑えろっつってんの、難しい話を言ってるんじゃない。マイコラさん、お前は俺はいけると思って抑えろって言ってるんだよ。それをなぜしないのか、できないのじゃなくてしないんだよ、マイコラスの場合は。なぜかね。よっしゃー、ベナイスヒット、シングルだね、素晴らしい。いいぞいいぞ、またも先頭バッター出塁。ここで片岡、コンパクト性を求めるね、片岡には。送りバントしても次のバッター橋本、小林だからな。ここでヒットっていうのが理想なんだが、ゲッツー村田かな。いい打球ではあるけどね、まあ、ゲッツーシフト敷かれてたからしゃあない。打球の強さはあった、ただ打ったところは悪かったね。村田かなと思っちゃったけどね、俺は一瞬。下位打線が弱すぎるんだよ、橋本、小林とアンダーソンを上げたいんだけどね。2戦目から上げていこう。うん、マイコラスはもう下ろしましょう、多分この試合で終わり。マイコラスはで、あの外国人制限枠があるのでね、うまく使っていかないと。マイコラスはこの試合で終わりだ。次アンダーソンあげる。やっぱアンダーソンいるかいないかでだいぶ野手陣の厚みが違うもん。まじまずこの1戦目を勝っていかないとダメだけどね。負けるつもりはないし、まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはボールを見極めるタイプで、フルスイングが新庄の強打のバッターです。うわー、マジか。勝負していこう、勝負していこう。フォアボールはいらんぞ。イエスナイス、イエスナイス、イエスナイス。まあ下位打線ですからね、勝負していっていいんじゃないの。4回裏で3対2か。いやでも打ててるからね、全く打ててないってことは、それは違うんだよね。それとは違くて、チャンスは作れてる。そこをチャンスから得点を入れるっていうのが一番むずいんだけどね。簡単げに言ってるけど。それができてないから今季リーグ優勝できてないんだけどね。チャンスは作れてる。そこを評価していこう。やっぱ一発勝負使ったタイミングが早すぎたかなっていうのは後悔点はあるけどね。いやでも今日はゼロでいけるかなと思ってたからさ、まさかこんな捕まると思ってなかったからさ。あー、まあいいでしょう。4回投げて3失点、5回の攻撃になりますね。小林から始まるかな。まず1球待とう。ちょっと1球見なさい。1球見るのです。よしよし、いいぞ。でもう1球見なさい。154キロがいきなり出ました。ストライクになります。もう一球見ようか。もう一球見ていこう。よし、いいね。で、ここから打ちに行こうか。どこを狙いがいいんだろうな。直球かな、やっぱ。小林に対しては直球でビシバシ抑えてくると思うんだよね。その直球、小林狙っていってもいいと思う。惜しいぞ、スリーボール。おー、ナイス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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ。おー、どうだ、どうだ、抜けろ。抜けない。三塁の守備が良すぎるな。三塁あれ誰だ、杉谷か誰か知らんがよ。良すぎないかい。コンパクト性だ。立岡頼むよ。さっきヒット打ってくれたから、ここでももう1本打ってくれたらいいんだが。高めちょっと外れたか。立岡よし、ナイス、よく見た。フォアボールもいいぞ。塁に出ろ、塁に出た、盗塁もできる。よしよしよし、ナイス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 、素晴らしい。これで、ほんで次どうする。盗塁狙い、盗塁他警戒してくるから、まあ盗塁はまあ、まず1球見ようか。まず1球見ていこう。
サークルチェンジ、ああ行ってもよかったな今の。もったいないっちゃもったいない。よっしゃ一球見て、おこれもボールか。そのようですね。ちょっと盗塁どうだろう。盗塁いってみよう。頼む。よしどうだどうだ。イエスイエスイエス。これは決まった、これは決まった。嘘だ。イエス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 。ナイスナイスナイス。変化球で走った、素晴らしい。そして何でいく何でいく何でいく。変化、いや直球狙いだ。レベル5と高いね。直球狙いでいこう。よしよしナイスナイスナイス。一塁か。はい、これでもうこれで同点確実。ここから同点できないということは本当にありえない。はい、ここでオードル。オードル求めるのはいつでもコンパクト性を求めている俺は。今日マルチだからな。ここで打てよ本当にオードル。一番大事なところだ。頼むよ、当てろ。せめてバットに当ててくれ。頼むぞオードル。嘘だろー。ゴン、ここでこそ打たないとダメなのに。頼むガッツン、長打狙いのバッティングで打ってくれ。俺はガッツン長打しか求めない。他はいらん、コンパクトもいらん、外角もいらん。長打だ、はい来た、はい来た、ありがとう。これが侍です。大谷なんてこんなもん、侍からしたら赤子同然ですわ。はあ、ナイスナイスナイス。3点目同点、タイムリー、最高すぎる。グータッチだ、俺もグータッチ。誰もいないけどグータッチだ、最高だね。ありがとう。ああいいね。うん、でここで坂本、ああ直球狙いやな。頼む坂本、キャプテンならば勝ち越しだ。打ってくれ。うわー、ファウルか。ワンボールツーストライクです。うわ最後まで変化球、嘘だろ。1球くらい来ると思ったんだが、ここが変化球狙いの方が良かったかもしれないね。とりあえず試合を振り出しに戻しました。試合はね、一旦でとりあえずは。危ないよ、まだ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 。とりあえずマイコラスと5回は投げてもらおう。6回以降は分からない、この投球内容だからな。決していいとは言えないからな。勝負していってフォアボール勘弁してくれよ。陽大館の前にランナー置くな。痛烈な打球はファール、勝負だ、まだ勝負だ、大丈夫。よし、レッツゴー。ナイス、足元素晴らしい、立岡だね、素晴らしい。レフトナイス守備、勝負していけ。もう勝負、陽大館だね。試合を振り出し戻したんだ。もうそこで打たれるかね、本当にこいつはムカつくわ。何なのこの人。言えないね。ウエスト盗塁っていうのもあるからな。これ牽制とかしないの？牽制とかできないの？牽制できないよね。勝負していって。なるほど。さあバッターは何を待っているか。イエス。最後。イエスナイス。グッバイ中田翔。大したことねえわやっぱ。中田翔が大したことなさすぎて。プレイヤーからしたらありがたいけどね。さてレイヤードも抑えろよ。盗塁できた、刺すことはできるか。イエスナイス小林、ナイス送球、今のは素晴らしい。ナイスナイスナイス小林、レッツゴー。小林のさ、ナイス送球があって、ナイスすぎる送球があってアウトを抑えました。そして阿部、長打レベル8高いね。今日は1本打ってますから、ここで大谷からドカーンと打ってくれねえかな。一発ストライクです。155キロ見送ります。期待したい。おお、見逃したボール、スリーボール、イエーイイエーイイエーイ。ファールかい、ど真ん中じゃないか。おお、どうだどうだ、落ちろ落ちろ。イエス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 。さて待て待て待て、ダイソー、いやダイソーどうする。いやでも勝負勝負になると思う。ただうん、いやダイソーだな、いやダイソーだ、ダイソーだ。指名打者のとこダイソー送りましょう。指名打者ダイソー送れるよね。鈴木鈴木、はいオッケーオッケーオッケー。で鈴木は打撃能力もそこそこありますからね。まあ阿部が指名打者でいなくなるは痛いですけど、勝負になる。盗塁まず1球見よう。1球待て、1球待とう。1球目ストレート、でも盗塁いけるでしょ、レベル9だよ、いけないわけがない。はい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 、余裕。はっ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 は
え、嘘でしょ、完全に外されてたね。はいはい、まあどっちにしろゲッツーだったね、これだな。嘘でしょ。え、せっかく鈴木入れたのにここでアウトになる、ここでアウトになっちゃう、大事なとこで走塁のスペシャリストがアウトになる。いや、まんまと相手の作戦にはめられたね。もう一球カウント見るべきだったわ、確実にやられたよ。最悪だね。片岡もひどいし、さっきから同じとこしにしか飛ばしてないしね。たとえ盗塁できなかったランナーいてもあれゲッツーだぞ。うわ、もう最悪だな、片岡もひどいわ。なんでアウトか。はぁ、6回が終わりました。ゼロです。ヒットは出てるんだが、ヒットは出てる。まあイコラス6回、いやー無理だな、もうこの体どうだ、いけるか。まあ行ってもらおうか、とりあえずここ行ってください。はい、たくさんある試合の中の1戦目だからね、中継ぎもそんなに酷使はできないんだよこれ。うおー、イエス、まずワンアウト。6回投げて終了かな。まあ、7回はもう完璧無理だね、この球数スタミナでは。さすがに無理はさせない。でマイク・ワラスはこの試合が終わったら、アンダーソンと変えたいと思いますので、次の登板はないね。ここでも打たれるし、コーチ派遣だな、コーチ派遣していこう、頼むよ。全然話してない、小林とだけ話してるけど、勝負していってって。ちょっとほんと今日ひどいよ、絶不調の西川にお前どれだけ打たれるんだよ。この球は外れています。全然絶不調じゃないよね。空振りになります。ワンボールツーストライクです。よし、ナイス、当たりません、三振。ツーアウト。そしてまあどうしようかな、引っ張りでしとこうかな、この勝負して今度ね。盗塁はどうだ、アウトか。うーん、送球がちょっと浮いたね。いやもう勝負していって、マイコです、この回頼むよ。はい、OK。外野前進でいこう。全くその通りですね。どうだ、あー、ダメダメダメ、ピッチャーかよ、もうダメだ、もう限界だ、こいつ。抑えれない。最後までゴミコラスだったわ。全く期待できない。次はない。最多勝取ったから何なんだ、それだけじゃねえか。最多勝取ったから何なんだよ。あ、待てよ。適当にいっちゃったな。まあいいか、高木で抑えれるだろう。カーブが持ち味ですからね。よっしゃ。いやもうここも変化球主体で抑えていくのが正解じゃない？うん。うん。ストライクです。ストライクを先行させていきます。追い込みました。うおし、ナイス高木、これが高木のカーブ、岡を抑えたよ。素晴らしいね。このカーブは誰にも打てない。わかる。すごくわかる。絶対に打てない。誰も触れられない。そして小林から始まるこの打線、大谷92球、まだ行きますか、まだ行く。いやでも狙いどころだと思うけどね、この9回は。9回じゃない、7回ね。狙っていけるイニングだと思う。直球狙い。ノーボール、ツーストライク。うちに持ってきました。おー、いいね。全部ストレートで来てるけど、ここまで。ファウルになります。カット。球数97球。バット折れた、まだ粘る、これが小林、小林スタイル。うおー、最後スライダーか、まんまと、ダメだね。ほんでここで立岡、いやコンパクトでしょ、今日はこれでマルチ打ってますからね。頼む、ここで立岡が塁に出てくれたらどんだけ嬉しいことか。立岡が塁に出てくれたら俺は最高にテンション上がるぞ。うわー、ファールか。延長戦に入ると厳しいしね。おー、ファール、これ向かい打ってくれ、ルイン出てくれ、立岡頼む。あー、三振。そして亀井、俺は亀井の1本、チーム最多本塁打、まあ、13本と少ないですけどね、これが最多なんですよ、うちの巨人の。その一発を期待したいと思う。こういうところで打つのが亀井だと思うんだよね、俺は。これは低いところに持ってきました。変化球でダメだ、スリーアウト、ダメだ、本当にダメだこれ。さて高木、いや回をまたいで2イニング目も行ってもらいたいところではあるけどね。よし、初球変化球は空振りです。7回のマウンドいけるでしょう。高めのボール、危ないな、危ねえな。勝負変化球主体の方が良さそうだな。変化球主体でいこう、やっぱこれだな。はい、ここもファールです。おっ、変化球が低めに外れます。おいおい、
イエスイエス、やっぱこのカーブ、イエスこのカーブ、イエス高須クリニックの波のカーブ、勝負していけ。何で来るか。イエス、緩いボール決まっています。得意のボールでストライクを取りました。うーん、ゲッチ、セカンドうまく捕まえて、2アウト。で、次3番陽大館、今日はマルチヒット打ってますね。だからどうしたっていう話だけど、はい、これも簡単に抑えて、高木素晴らしい。高木はこのイニングで終わろうかなと思う。まあ、次のイニングはさすがに厳しくなってくるでしょうね。4番から始まりますから、まあ、中田翔、腐っても中田翔なんで、一発があるバッター怖いからね。コンパクト、オードルはここまでマルチ打ってますが、本当にさっき打ってほしかった。もうここでもクソみたいな凡退、違うんだよね。さてガッツ、さっきよく打ってくれた、もう今日ガッツありきだよ。本当に2点タイム、2点も取ってくれてますからね。ここでもいい打球だがアウト。簡単に終えてるね。長打狙い、坂本も一発ないか。もう大谷から打ったらもう本当にもう坂本人気が半端ねえよ。今でさえやばいのにもうそれ以上だね。やばいよ、打ってくれたらね。よし、ナイス、抜けない。もうセカンドの守備範囲がおかしいだろう。なんであそこにいるんだよ、なんであそこにいるの、もう理解できないんだけど。さてピッチャー変えていきましょう。4番から始まるこの打線、このイニングですね。チームは3対3。ここで1点を取られればそれはもう試合を決める1点になりそうだ。中田翔は対右 D で対左が C、じゃあここが対右の選手だね。右の選手を送るのがいいかな。沢村だね、沢村で行こう。沢村スタミナもあるからね、3イニングいけるし、勝負していこう。筋肉 VS 中田翔。びっくりした、やめてくれよ、いきなりびっくりさせないで。なんじゃそら、お前勘弁してくれよ。そんな展開本当にいらないからね。ドキッてさするな。釣り玉でしたね。そうですね。イエス、ナイス、フォー。まず中田翔を抑えてワンアウト。いや、もう勝負していこう、勝負していこう。このイニング大丈夫、いける。沢村が打たれるわけないよ。初球ストライク、スピードボールを持っています。低めのボール入りました。ノーボール2ストライクです。イエス、ナイス、素晴らしい。これで2アウト。もう一回勝負していこう。西川、そうだよね、今日はこの西川に打たれすぎなんだよ。西川さえランナーに出してなければねっていう試合ではあるんだよね。はい、これも抑えた、素晴らしいよ。8回の裏、沢村のおかげで0です。共にヒット3本、そして10安打打ってますね。9回、試合は動くか。鈴木貴博、頼む鈴木、ルイに出てくれ。お前がルイに出ればもうこれは最高の展開になる。試合は動いてくるぞ。そう、大谷を打ってほしいね。走塁のスペシャリスト鈴木に内野安打もあるしね。鈴木の場合はインコース、全部インコースにやられてるよ。どうだ、抜けない。くっそ、なんだセカンドの守備範囲はおかしいだろ。さっきから直球狙いのバッティングでいこう。片岡、まだストレートで押してくる。球数111球だ、お前158キロって気違いの世界だろこれ。恐ろしいねこの世界。うおー、これもセカンド、なんなのなんなの、さっきから本当に。ちょっと待って、代打橋本を送ってもしゃあないわな。もう2アウトだし、コンパクト、いや長打でいこうよ。ちょっと橋本の長打力を俺は信用してみるわ。一発を、ここで1点取ればもうそれは勝ちだぞ。勝ちって言ってもいい、まあそんなないわな。あ、期待を込めてみたが、なんか神様に祈る感じで期待を込めてみたが、ただの祈りだけだったね。神は願いを叶えてくれない生き物だからね。そうなんだよ。よっしゃ、行こう。さあ、まず1球目。9回裏、ここで得点を取られるとさよなら負けという形になりますから、それだけはありえない。なので沢村ですからね、本当にありえないことだよ。はい、片岡取って、アイワンガード、全部勝負していけだね。ぐいぐい3球勝負でいいくらいで、初球そうそうそう、際どいとこついて、臭いとこついて、アウトコース見送ってストライクです。ここは150キロを計算。イエース、これで終わり。嘘だろ嘘だろ、おい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 、なんか嫌な予感がしてきたぞ。嘘だろ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 、焦らせないで焦らせないで、大丈夫、勝負していこう。ここが勝負だ、ここが勝負だ、使ってきたね。
嘘だろ、月、なんでバント警戒になってんの、月、オッケー、ここが勝負だ、使ってきたよ、この打球は、はい、真正面、ありがとうございます、その策は、残念ながら失敗だ、オッケー、ふぅ、ナイス、ここが勝負だ、失敗で、これで2アウト、あー、盗塁はどうだ、成功か、アウトか、はい、アウト、セーフか、嘘だろ、コーチャー権、いかん、足の速いランナーだ、シングルで、負けるぞ、シングルで負けちゃうぞ、ええよっ、プレー抜けてたら終わってた、あっぷね、ナイスガッツ、ファーストよく取ってくれたね、今のガッツ、さすがだ、さすがガッツ、ガッツ以外なら確実に、もしもファースト阿部起用だったらアウトだったね、あピッチャー変えてきたね、大谷じゃなくなったよ、谷本ね、よっしゃ、まあ大谷は降りましたから、ここから狙っていこう、まあ、ここはもう小林は任せるだな、どれやっても打てる気がしねえわ、だからもう選手に任せます、お前の意思でお前の頑張りを頑張ってくれ、あどうだ、あーうちも三塁の守備レアードか、三塁は三塁と二塁がおかしい、全然抜けねえんだもん、いいな守備力高いって、いやうちも高いけどねそれなりに、ボール先行です、いいよ抜けなさすぎる、スリーボール、いいぞ、ルインに出ろ、はい、これストライク判定はないんじゃないの、これなんかダメだ、おーイエス、はいありがとう、一二遊間、うーん最高、ありがとう、立岡、いいぞ、試合を決めるぞ、長打狙い、直球は来ないだろ、盗塁、まあ、まず1球目よ、ちょっとカウント見ますわ、ど真ん中に来たよ、マジかい、盗塁でスピードはそんな速くない、あまた外された、あまたアウトだ、あまた同じ過ちを繰り返した、あバカだ、あ情けねえ、またやられた、鈴木同様2球目にやって、2球目にまんまとウエストで、またやられた、はあやられたというかやっちゃった、バカじゃねえの俺って、何度過ちを繰り返すでしょうか、意味不明だね、人は過ちを繰り返す生き物だと学習をしていくんだよね、あれあれれ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 、アウト、ふうびっくりした、俺は学習しないようだな、どうやらいいでしょう、学習なしでいこう、最悪だ本当に、スピードボールを持っています、ファウルボールです、とりあえず沢村10回裏のイニングも行くよ、ストライクになります、10回、11回はちょっと別のピッチャーだな、さすが3イニング、嘘だろ、沢村なんでこんな容体感にお手本のようなヒットを許す、さよならのランナーです、さよならのランナーなんです、逃げるな沢村、行け、イエス、遅れてますね、OK、高めのストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます、今日中田翔なんて完璧に抑えてるだろ、嘘だろ、はいゲームセット、ゲームオーバー、もう沢村天命、いや3イニングを任した俺がバカだったのかな、1戦目をこのような形で落としてしまった、日本ハムファイターズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました、延長でのサヨナラゲームとなりました、残念しね、沢村を期待した、いやもう生かすべきではなかったんだよ、初戦は中継ぎ抑えなんだよ、そら打者2巡目に入ったら打たれるわな、打たれる、沢村そういうやつなんだよ、はあ、1戦目からさよなら負けで落とすというクソっぷり、大谷は打てたんですけどね、まあ、そこから勝ち越しだ打てませんでしたけど、残念です、期待してみましたが、あー残念、ヒットはよく出てたんですが、それがなかなか得点につながらない、今日はガッツ、本当にガッツよく打ってくれたね、ガッツがいなかったら勝ててなかった、ほんでマイコラさん、あの3失点これが2だったらよかったの、3も取られて、で最終的には沢村が打たれというね、胸クソの悪い1試合目となりましたよ本当に、ただ1回負けただけですからね、1回負けただけなんだ、次やればいい、そう次勝てばいいんだ、2戦目ね勝てばいいんですから、でマイコラス落としましょう、うん、マイコラス落として外国人制限枠をなくしてですね、その枠にアンダーソンを入れたいと思いますので、
じゃあ内海ダメだな。で先発宮国はどうだろう。まあ調子いいしね。まあ宮国まあ多分登板、まあでも登板予定あるかな。宮国を落として、はい、これで OK ですね。でこれで外国人制限枠が空いたので、マイコラさんも使わないからね。はい、絶好調のアンダーソンを行っていこう。はい、近所を外したアンダーソンスタメンね。よし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 、これで OK だ。その他は別にないな。別に上げなくていいね。上げてもどうせ打たないやつらの集まりなんでね、別に期待することはない。はぁ、クライマックスシリーズから連勝と来てたんですけどね、一度も負けることなく日本シリーズ1戦目敗北、それもさよなら負けですか。 OK、 わかりました。じゃあ今回の実況はこれにて終わり。沢村が打たれたんなら仕方がない。こいつが打たれたのならもう他に抑えられるやつはいなかった。ただ失敗したのは3イニング目も生かすべきではなかったということですね。あれを生かしたことで負けたんだ。あー、中田翔に打たれるかね。完璧に抑えてきてた。もうそこだけがショックだ。まあ、しゃあない。もう済んだことは言わない。ぐちぐち言わない。1戦目これで終わりますが、2戦目は必ず勝って1勝1敗に戻したいと思いますのでね、日本シリーズ一度ももう勝つことなく終えるみたいな展開、そんな展開必ずないので、次回の実況もお楽しみに。じゃあ今回はこれで終わりだ。グッバイ、また会おう。